焼肉が食べたい脇あずみです、うん、歯の定期検診が近づいております。鈴木えりです。ご報告ありがとうございます。ありがとうございたしまして、本日はメール会なんですけども、はい、えりさんにあれが届いていますよ。あれとはタブレットアームのことかな。あ、もうバレちゃった。はい、ということで後で渡していきますので、早速始めていきましょう。はい、せーの、あぜりあるということで、エリさんにクイズリアリーサードシーズンの商品が届いてます。うわーい、あじゅ、3回目の商品だよ。ありがとう、あじゅ。え、ほんとですよ。なんで3回も持ってっちゃうんだろう。すいませんね、なんか良さげなやつだね。 iPad スタンド、うわーい、開けます。うわー、すごい、部品がいろいろ入ってて、部品が分かれてて、これちょっともうアメリカの子供みたいな感じで。すごいすごい。わあ、大胆大胆。わ、なんかすごい、なんか、なんて思ったよりも、なんか、そのなんか、すごい大げさな感じ。わかります、頑丈で。絶対に落ちなさそう。すごいよ、これ。すごいですね。これ、がっちりこう、なんか、掴んでくれそう、固定してくれそうですよ。ゲームもできるんですもんね、これは。ゲームもできるし、これでね。お、おー、なんかiPadとかやれば、そう、どんな大きさでも固定できるように。あ、ちゃんと説明書もつけてくれてますよ。せーなあ、スマホもできる、タブレットもできる、スイッチもできる。おー、すごーい。で、これ3回目ですよね。あー。1回目何でしたっけ？いっぱい、ティファールと、あの、温度調節、なんちゃら。温度調節なんちゃらで、2回目が、ハンターハンター？あ、そう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 。の漫画。ハンターハンターの漫画で。いいなー。やばいね。もう、私の日常生活はもう、この商品で支えられてると思うような。わあ、ありがとうございます。欲しかった。欲しかったのにな。あれだな。あ、残したらじゃあなんか首にかけてネックレスとかにね、したいと思います。やばいですよね。はい。おめでとうございました。はい。あと、それと、はい、もう一つおめでとうがあるんですよね。おめでとう？本日10日水曜日。あ、アジュジュの CD の発売です。ありがとうございます。イェイイェイ。そうなんです。セカンドシングル、ハリーラブ恋と呼ぶにはが、CD 発売しました。ここに、物が。そうなんです、ありますね、3枚。すごい、あの、全部、3種類とも、そうなんです、ジャケが違うんだ。ジャケが違って。わー、わ、私は、じゃあ、このアジュジュがいいな。ちょっとこう、ハリラブ、斜めからこう。あ、それ通常版ですね。お、通常版のアジュジュ、ね、私は好きですね。あ、でも全部いい。いやー。え、これって、あの、裏のなんかかじってるやつってアイシングクッキー？え、何ですかそれ、アイシングクッキー。多分クッキーですよ。が、クッキー？多分私が最後ら辺落としてボロボロになった。聞きたくなかった。めっちゃ可愛いね。落としちゃったやつだ。これが、そう、うわー、はい、4曲入りなのでぜひ皆さんも聴いてみてください。うん、これは、え、もらえないのかな私。確かに。でも私もまだ受け取ってないんですよ、この収録の時に。あ、そうなのか。はい、そっかそっか。そうなんです、これからだね。事務所にきっと届いてるかもしれないから、言えばもらえるんだ。取りに行きたいと思います。取りに行ってくださいよ。あ、早く受け取りたい。ねえ。ぜひぜひ皆さんも受け取ってください。え、これって、あの、中に入ってるこの紙の冊子も、はい、開いたら、うん、アジュジュがいる？アジュジュいますね。おお。いっぱいいたはずです。なんかいっぱい写真チェックしたから。ちょっといいんですか？ぜひ。だって、これ、1500円よ、定価。安すぎない？4曲入って。本当だ。すごいね。え、限定版 DVD もついてんだ。2000円だ。やばいね。そうなの、ね、確かに。そうなのって。そうなんですよね。そうなのってちょっと。あ、本当だ、本当だ。そうですよ。そうそうそう。すごい、ぜひ手に入れてください。中には PV も入ってますので、ミュージックビデオが。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、メールを読んでいきたいと思います。じゃあ、私めが。ばあさんからいただきました。はい。アジュエリピョン、アズエリワ。アズエリワ。
実は最近ちょっといいことがありました。お、少し前から肌がボロボロになってきて、うん、夜のお風呂上がりと朝の洗顔時に化粧水と乳液をつけるようにしています。お、男なのにスキンケアって周りから言われることがあるんですが、そのことは無視しています、うん、無視しよう。この前通勤の定期を買いに行った際に受付のお姉さんから、利用目的は学生さんだから通学ですねと言われました、自分に正直な僕は何歳の社会人何年目ですと言ってすごく驚かれましたが、めっちゃ嬉しかったです。これからも密かに続けようと思いました。あずえりの二人は何か嬉しいことはありましたか？それでは本日の放送も期待しています。間違えられるんだ。すごい。まーさんいい大人でしょ。いい大人ですよ。まあ若いと思うけどね。でも多分なんか肌の調子で判断されたんじゃないと思うけど、別に顔作りとか雰囲気とかだったのかな。なんでさ、初めて会った人に肌なんか綺麗だから確かに学生って思わなくない？見えない。で、まーさんそれできっとそう思ってるからそういうことにしましょう。分かった。ごめん。まーさんピチピチで多分そう思われたんです、うん。え、でも化粧水とかつけるの偉いと思う。偉いですよね。もう無視しよう。周りの声は無視しよう。無視して続けてください。なんか嬉しいことあったかな。嬉しいこと、生きてることが嬉しいね。確かになんかよく寝てよく食べれてることが嬉しい。嬉しいですよね、うん、天気がいいだけで嬉しいですもん。あ、嬉しい。今日昼寝したんですよ。おー、嬉しかった。嬉しいよね。嬉しかった。なんかまだこうカーテンとか開けてると明るいのに寝れるっていうのも。そうなの。幸せだよね。嬉しかったな。はい。なんだこれ。まあいっか。ない。そんな深い嬉しいことはないよね。はい。続いて、はい、ラジオネームパンダココアさんからのメールです。ありがとうございます。アジュエリピョン、こんにちは。こんにちは。ツイッターでアジュジュが言ってた、脱ぎにくい靴を履いてて足の裏が痒くなると地面に足を叩きつけて、その振動で痒みを和らげようとするのぶっちゃけ自分もよくやります。あ、仲間だ。叩くだけでなく地面に足をすりつけたりするとより効果的です。ちょっと怪しい。こんな感じでお二人が思うあるあるネタって他にもありますか？うん、ちなみに自分が提唱するのは、家を出て鍵をガチャッとかけた途端に自宅の電話が鳴るです。うわー、はぁ、出るか迷う。確かに。いや、出ないな。エリさんはその、振動で痒みを和らげようとはしないんですか？え、待って、そもそも足の裏って痒くなんないんですか？え、じゃあ、いるんですよ、そういう方。ここにいる。いました。リプでも。あ、ほんと？なったことないけど、水虫ですか？違う。それは多分違う。違うって。でも、まあ、普通は、靴を脱いで、あ、でも外だと脱げないからってことね。そう、脱ぐのめんどくさいから、ダン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 ってして、振動で和らげるっていうのをするんですけどね。一部の方しかやっぱ、理解してくれなかったなぁ。あ、でもなんか小石が入った時とかは確かになんか、あの、足トンってするのを、で、歩く。あ、トッとトッとトッと小石歩いて、石を移動させる。あ、わかります。上がります。トッとトッと端っこに、足の端っこに移動させたいですもんね。移動しろっつって。真ん中にいると痛いから。うん、なんだろう、あるある。あるあるね。うん、最近読書するので思い出したんだけど、はい、しおりが、はいはいはい、途中までのとこに挟みたくて、はい、なかなかなくて、で、やっと探し出して、はい、あったしおりって思って挟んだら、紐がついてたとか。あー、あったんか、紐。ありますよね。そう。あー、なぜか隠れてる紐。そっか。これはあるある。確かに本読む人からしたらあるあるかもしれないな。そうそう、もうちょっと主張してほしいな。あー、あるあるですね。なんだろう、私は、自分の携帯の着信音と同じ着信音が近くから聞こえると、うん、もう息切れしそうになる。緊張しちゃって。電話すごい緊張するんですよ。うっそ。もう
あ、でも、あ、わかるわかる。で、緊張しちゃって。なんなの、その、なんか脅迫の電話なの。でも電話が苦手で、なんか事務所とかの、その電話の音とか設定変えたりしてるんですけど、それと同じアラーム着信音が鳴ると、もうドキドキしちゃいます。あ、でも気持ちわかる。あのね、最近、携帯の着信音を選んでて、その時にあといつも事務所から来る音、はいはいはい、どれだっけって探してたらやっぱびっくりしたもんね。そうですよね。嫌だーって思って緊張、嫌だーって緊張しちゃうんですよ。そう、ね、トラウマじゃないけど、うん、そうなんです、トラウマじゃないけど、うん、なんか仕事モードにパッてなっちゃうのかもしれないんですけど、わ、うん、かる。そう、これはでもみんなあるあるな気がする。あるあるだと思います。ピンポン来ても結構怖くない？ピンポン鳴るだけで。ピンポンですか？うん。ピンポンか。そうでもないか。そうでもないですね。なんか、うん、あれ、ピンポンの音を選んでる時も、すごいなんかドキドキして、でもなんか緊張しちゃいますよね。うん、緊張しちゃうね。あれあれだなって感じです。って感じでした。と、はい、いうことで、はい、早かったメール2つしか読めなかったんですけども、ね、はい、メール募集中ですよ。お願いします。メールアドレスは、あぜり @secondshot.jp、 あぜり @secondshot.jp、 普通歌含めてどしどし送ってください、はい、各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。そして大事なお知らせ、今週分のあぜり R は水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアゼリアル特別編、木戸あかりのスマイリーポップとのコラボイベント、夜の部が聞き放題見放題、皆様会員登録をよろしくお願いします。そしてそしてセカンドショット通販にて、アゼリアルと木戸あかりのスマイリーポップとのコラボイベントグッズを販売中。イベントに行けなかったけど気になっている皆様、ぜひチェックしてみてください。はい、行きます。では今回はここまでです、はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。バイバーイ。